宮越はとても感情的に生きる生徒だった。それはお前の強みだ。でも何かに気づいた時は深く自分に刻み込める。大きな心を持ってる。お前が何を思い何を発するかをこれからもよく考えて幸せに導いてあげてくれ。お前の未来を聞かせてくれ。私は心に素直に思いのままに生きる自分を大切にします。でももう誰かを傷つけたくありません。感情のままに軽い言葉で人を傷つけることがどれだけ怖いことか、この10日間で痛いほど分かりました。だから私はもっともっとちゃんとちゃんと考えて、まっすぐな心で私の大切な大切な人を守って支えて包み込めるような、そんな強い大人になります。ブッキー、本当にありがとうございました。